るさ。なんで朝の方がうるさいんだよ。うるさいって別にいいけど、もういびき大魔神じゃん。え、聞かせよっかな、後で。ね、うるさすぎるよ。すまないと言わしてもなよ。寝言で喋った。え、今さ、起きてる？当たり前であろうが。起きてはないか。たまにあるんだよな。それは愚問である。寝てる。てかさ、寝ながら会話できてるのすごくない？今日夜何食べる？まあさすがに無理か。チワワ。うん、さすがに無理だ。チワワ食えないの。チワワ。チワワ？チワワ。え、犬の夢見てんだけど。え、一田さ、一番好きな犬チワワ？佐賀急便。佐川急便？佐賀牛。佐賀牛？一番好きな犬チワは佐賀牛って言った。あ、冷凍庫に佐賀牛ある。今晩何食べるの返事だ。今晩何食べるの返事、佐賀牛で帰ってきた。え、じゃあ今何て言ったっけ。一番好きな犬チワワ。今日さ、何時ぐらい帰ってくるんだっけ。二度と戻ることはない。二度と戻ることはない。あ、そうか。うちがちゃんとした返事求めすぎか。なんか侍っぽいな。あなたはどこの城の当主なんですか？侍の夢じゃない。二度と戻ることはない。あ、なんか青春映画の夢とか見てんのかな。おい、お前、あいつもう行っちまうんだぞ。そのままでいいのか。ほら、飛行場行ってこいよ。そんなわけねえだろ。あいつがいなきゃ俺だって無理だ。でもお前だってあいつのこと好きなんだろ。それは俺が知ってる。青春映画見てる。今夢で青春映画見てんだ。ほらよ。あいつを一人ぼっちにしてるのは俺かな、それともお前かな。それがどっちかなんて。あいつ自身が決めやろうか。すげえ主人公やってる夢で。普段はそんなことないのに。ほらよ、行ってこいよ。俺は諦めたんだ。飛行機まで俺のバイク使って行けよ。ほら、鍵だよ。お前これ鍵じゃなくてちくわじゃねえか。なにしてんね。夢で全然ないこと言ってないじゃん。ちくわ。受けた。夢はもろくて受けた。鍵じゃなくて夢はもろくて受けた。鍵じゃなくてちくわ。夢っていいなぁ。なんか見たいなぁ。ねえ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 、あなたは一貫
一国の姫なのよ。あなたは姫よ。ほら、国の者が泣いてるわ。姫、国の者に何か言ってあげて。手を差し伸べることしかできぬ。すっごいこっちから夢導ける。姫どうしましょう。城が攻められてる。私たちから手を出してはいかない。憎しみは憎しみしかない。我々にできることは憎しみの連鎖を止めることぐらいなのじゃ。姫うまー。姫、城が燃えてまする。この燃えてる城とともに私は心中する。なのでお前たちだけでも生きてこの城の何かを継いでくれるといい。姫、私が一緒に死にます。豚肉王子。なんかいつも夢ずれんだよな。豚肉王子いける。夢めっちゃ楽しんでんじゃん。豚肉王子助けにしたのが豚肉王子。むかつくな。おい、ない。めちゃくちゃ夢見てたよ。あ、マジ？うるさかったもん。あ、すまんすまん。何の夢見てたの？え？何の夢見てたの？何の夢だろう。ケーキに囲まれて、なんかお菓子の家に住んでて、でそのお菓子の家のお菓子をたくさん食べて食べきれないから、なんかお前も連れてって二人で食って、でも食べきれないからどうしようもねえみたいな。全然違う夢見てた。夢だったけど。一国の姫だったのに、さっきまで。何一国の姫って。さっきまで一国の姫だったよ。なんか？うん、なんか夢なのに会話入ってきてたの。私と会話できてたよ。何言ってんの？何言ってんのってこっちのセリフね。何の話？俺もう今日仕事豪華なんだから起こさないでよ。うん。姫、このままどこか二人で逃亡しましょう。それはいけぬ。姫早。そんな町の人々を置いていくことはできぬ。私では無責任なことはできぬ。なぜお主は一度愛した私にそんな無茶な注文をするんだ。なぜかというと、私はあなたを憎んでるから。プシュッ。お前、それは刀じゃなくてちくわ。何やこいつ。夢の中でちくわで大爆笑してるわ。刀じゃなくてちくわ。刀じゃなくてちくわ。何それ。うわ、マジで覚えてない。新しいテレビ。うん、いや今見てた夢。じゃあ私行ってくるね。あ、いよ。じゃあね、一国の姫様。いろいろお前とお話ができて楽しかった。私に付き合ってくれてありがとう。またこの者が眠っている時に少しだけでもお話をしようではないか。乗っ取られた乗っ取られた乗っ取られた。